こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているメランジテイストのこの3色を使って膝掛けを編んでいこうと思います。こちらがメランジテイストのピンク、こういうのですね。アクリル 100%、50g、90m 入っています。で、かぎ針が7号から8号ですね。ピンクと、こちらがイエローグリーン、こういうのと、こちらが、ダークベージュですね。こちらを使っていきます。1本ずつ中から糸を取り出していきます。はい、こんな感じで糸をそれぞれ出してきて、でこちらのイエローグリーン、こちらは使いかけがあるのでこちらから使っていこうと思います。どの色から始めていってもいいと思うんですけど、今回はこのベージュで8号で進めていこうと思います。でこういう風に持ってかけてグッと締めてから鎖編みを1、2、3っていう感じで好みの長さ鎖編みで編んでいきます。はい、こんな感じで今回は30目の鎖編みで始めていこうと思います。これは2の倍数で決めました。で2の倍数プラス別で1編んで、ここの1編んだところから細編みを入れて編んでいこうと思います。なのでここに細編みを入れるので、立ち上がりは1つで裏返しにしたら、立ち上がりではない次のところ1つプラスしたところ、ここの裏山に針を入れて細編みで進めていきます。でこれでマーカーをつけて、で次は鎖編みを1、2、2つ編んだら同じ目に針を入れて細編み1つ、角を先に作って進めていきます。そしたら1つ飛ばして、ここ今細編みして鎖編み1つですね、1つしたら1つ飛ばして裏山をずっと取っていきたいので、裏山に細編み1つ、細編み1つしたら必ず1つ鎖編みして、1つ飛ばして裏山のところ、ここに針を入れて細編み、細編みしたら必ず鎖編み1つ、1つ飛ばして裏山、ここに細編みを1つっていう繰り返しを最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように繰り返し、細編み1つ、鎖編み1つ、細編み1つしたところで、また1つ飛ばして一番最後のところに細編み入れたいので、ここから鎖編みを1つします。そして1つ飛ばして一番最後のところ裏山を取って細編み1つで終わります。それで鎖編みをまた2つ作って、角を作って、で同じところに細編みを1つして、1回は向こう側に糸を倒して巻き込もうと思います。で細編み1つしたら鎖編みを2つして、またこちら側の角を作りたいので2つしました。そしたら同じところに細編みを1つして、こちら側糸を巻き込んで細編み1つ、でここはずっと巻き込んで編んでいくんですけど、1つ飛ばして編んでいくので、ここで置いて後で糸始末しようと思います。で細編み1つしたので鎖編みを1つします。そしたらこの前に編んだ細編みの根元、ここに針を入れて細編み1つ、細編み1つしたら必ず1つ鎖編みして、でまたここに細編み、細編み1つしたら必ず鎖編み1つ、でまた前段、前段というかこう編んできた細編みの根元、ここに針を入れて細編みっていう繰り返しを最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできました。で今細編み編んだので、の鎖編みをして一番最後のところ、この最初に入れたところと同じところに細編みを1つします。で細編み1つしたら鎖編みを2つ、で最初の細編みの頭手前から向こうに針を入れて引き抜き、ここで色を変えていこうかなと思っています。でここに角ができました。でこちらも角ができて、まあ、分かりやすいようにマーカーつけていってもいいかなと思います。長方形の増やし方の時みたいに紫でこうやって入れていこうと思います。ここが角っていうことで4点にマーカーをつけて、でここでまた角の増やし方で増やしていきますね。でここで、まあ、いつもだったらねこの細編みの途中で色を変えたりするんですけど、ちょっと分かりにくい、やりにくいかなと思うので私がなのでこのまま立ち上がり1つのところで色を変えようと思います。これで裏に糸を当てて、こちら糸が残ってるので裏に糸を当てて、でここで立ち上がりを1つして色を変えました。で次のところでもこのベージュ使っていきたいので、ここで2つ目の鎖編みしないんですけど、ここに挟んだ状態で進めていこうと思います。
で往復編みで進めていきたいので裏返しました。でここのすぐのところに細編みを一つで始めていきます。でこれが一番最初ということでマーカーをつけて、これは角の左側の細編みを最初に入れたことになりますね。最後は鎖編み2つで終わります。なのでこの次は鎖編みを1つで1つしたら、ここの細編みと細編みの間に穴が開いていると思うので、ここに細編み1つしたら鎖編み1つ、この穴のところに細編み1つっていう感じで、で必ず鎖編み1つの繰り返しで、このマーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでマーカーの手前まで同じように編んできたら、ここが鎖編み2つしたところなので角だなっていうことで、角に細編みを1つしたらまた角を作ります。鎖編み2つで同じところに細編み1つでまた角が作れました。またマーカーをつけて、で鎖編みを1つして、次のこの穴のところ、角のところにまた角を作ります。細編み1つ、鎖編みを2つ、で同じところに細編み1つ。これでまた角が作れました。で、マーカーをつけて、で、この平らなところはずっと細編み1つしたら必ず鎖編み1つ。で、穴のところに細編み1つっていう感じで繰り返し同じように編んでいきます。細編み1つ、鎖編み1つっていう感じ。ずっと最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできて、細編み1つ鎖編み1つしたところです。そしたらまた角が来たので、角に角を編んでいきます。細編み1つして、で鎖編みを2つで、同じ目に細編みを1つしてまた角を作っていきます。でここは角っていうことでマーカーをつけて、で鎖編みを1つしたら、次はここちょっと取り忘れてたんですけど、ここはもも際らしいので取っておきます。最初の細編みが入っているところ、ここの根元に細編み1つで終わります。でまたここにも角が欲しいので、まあ、鎖編みを1つして糸をかけて、細編みの頭に手前から向こうに針を入れて、まあ、このピンクじゃなくてベージュはこの後も使っていきたいので、ここで巻き込んで、で3本同時に引き抜いて中長編みで終わろうと思います。でこれで次また緑イエロー、なんだろう何だっけ、イエローグリーン、こちらを使っていこうと思うので、立ち上がり1つのところで色を変えます。これで糸を出してきて、まあ、同じ色で編んでいても可愛いと思うんですけどね。ちょっと残して、でピンクも後ろに当てて、ここで立ち上がり1つで変えていきます。でまた裏から針を刺して、この鎖編み1つのところ、ここでまた同じように始めていこうと思います。細編みを1つで、これも角の最初だけ左側の細編みを編んだことになりますね。細編み1つということでマーカーをつけて進めていきます。そしたら鎖編み1つで、センターの細編みと細編みの間にまた穴があると思うので、ここで細編み1つしたら必ず鎖編み1つして、また角が来るので角のところを取って角を編みます。細編み1つ、鎖編みを2つで、同じところに細編みを1つで、鎖編みを1つしてまた進めていきますね。で穴のところがあれば細編み1つで、ここでまた角をマーカーつけていこうかなと思います。でちょっと進めていこうと思います。鎖編み1つで、センターの穴のところに細編み1つ、鎖編みを1つ、穴のところに細編み1つ、この繰り返し、また同じようにぐるっと、ここまで同じように編んでいきます。はい。こんな感じでぐるっと一周同じように編んできて、細編み1つしたところです。そしたら、鎖編みを1つして、一番最初入れた細編みの根元、ここを取って、細編み1つ。あ、このね、ピンクと、このグレーも次巻き込んで編んでいきたいので、まあ、この左側にするようになってますね。置いてます。置いて細編みしようと思います。細編み1つしたら、鎖編みを1つして、さっきと同じようにしていこうと思います。で、この最初の細編みの頭、ここに針を入れて、まあ、ここで巻き込んでたんですけど、一回こうと、左側に行って、また右になることになるので、ここは外して、で糸をかけて3本一度に引き抜いて中長編み、
で、立ち上がり一つのところで、次は順番的にグレーを入れていこうと思うんですよ。グレー、ピンク、黄色で入れていこうと思っていて、今回どうかな。ちょっと変だったらまた変えるかもしれないですけど、順番とか色も変えるかもしれない。まあこのまま進めていきたいなとは思うんですけど、なのでまあ編み方としてはこの編み方でずっと編んでいきますね。で、次はこのグレー、ベージュ、これを入れていこうと思うので、立ち上がりを一つして、で、次は編まないんですけど巻き込んで、で、大深みずっと編んでいきたいので、後ろから針を入れて、また細編み一つで、で進めていこうと思います。で、ここは一つ目っていうことでマーカーをつけて、まあ、ずっとね、一本で編んでいっても二本がずっとつながってる状態なので、ちょっと編みにくさはあるんですけど、可愛くなりそうなので、必ず鎖編み一つして、センターの穴のところに細編み一つしたら鎖編み一つっていう感じで、ぐるぐる大深みで編んでいこうと思います。で、どれぐらいの糸を使ってどれぐらいの大きさを編みましたっていうところでまたお伝えしていこうと思います。はい、こんな感じで結構大きく編んできました。で、一番最初はこのベージュで始まったので、一番最後のベージュで終わりたいなと思ってここで終わってます。あ、結構大きく編んだので、ここで止めて、一番最後は細編み一つ、鎖編み一つ、中長編み一つで終わってたんですけど、次の段は編まないので、鎖編みを2つして終わろうと思います。最初の細編みの頭、手前から向こうに針を入れて引き抜き。で、ここはちょっとベランとなってしまうので、鎖編みを1つしてグッと止めて、で、ここで糸をカットして、で、スッと抜いて糸始末をしていこうと思います。針に糸を通して、で、ベージュなのでベージュのところでこう同じ色のところで糸始末していきます。ちょっと進んで、編み地が少ないのでちょっとずつ返し返しで糸始末していきます。グッと引っ張って何回かしていきます。はい、こんな感じで何回かして、この中側にできるだけ糸端を持っていけるようにして、ここで糸をカットします。で、この糸が残っているところを同じ色のところ、黄色は黄色、ピンクはピンクっていうところで同じように返し返して糸始末していきます。全部糸をカットしていきます。糸始末して、はい、こんな感じで糸始末をしてきました。まあ、両方見えるので、糸が残っている方も全部この綺麗に見えるように糸始末してきました。で、ちょっとサイズを測っていこうと思うんですけど、何点か測っていこうかな。まあ、ほんと大体にはなるんですけど、ね、この幅から測っていきます。何点か測って、まあ、47センチぐらいで、この中心部分で49センチで、ここの端で47センチぐらいですかね。47センチから49センチぐらいです。で、横幅も何点か測っていきます。まず中心部分を測って、全体がね入ってないんですけど、大体ですね、69センチぐらいで、両端を測っとこうかなと思います。67センチ。結構大きくなりましたね。どこで止めるか問題ですよね。面白すぎて止まらない。67センチぐらいですね。何か参考にしてみてください。で、色は、それぞれの色、グレーじゃないわ。ベージュと、このイエローグリーンとピンク。こちらそれぞれが一玉と半分ぐらい使いました。こういうところも何か参考にしてみてください。この色の入れ方もね、最初お伝えした通り、ベージュ、ピンク、イエローグリーン。こちらの順番でずっと、入れてきましたね。こういうところも何か参考にしてみてください。結構可愛くなりましたね。これもなんか一つの色を変えるだけでもだいぶ雰囲気も変わると思うし、このサイズもね、変えやすいので、いろんなサイズで編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。